どうも、こんばんは、エネムです。さあ今回は復刻した愛しい我が息子の時を、断罪有馬のパーティーでやっていきたいと思います。確か前回動画上げた時は、ひなみかな、本ひなのパーティーで行ったと思うんで、今回はね、断罪ということでやっていきましょう。断罪有馬三角ですね、まあ、一応三角なんですけど、平子の方が二角しかできてなくて、まあちょっと、火力不足かなっていうところもあるんですけど、待たせてるのはホロ、で平子の方にはナゴミ、断罪有馬のサブはナルカミだったかな、確かナルカミだったと思いますね。平子の方には、SSR の新たつけてます。フレンドの方ハイヤーマインドに、新たプロトですね、行きましょう。まあ、ナルカミつけてる理由としては、まあ、新たプロトでも良かったんですけど、ヒット数上昇で攻撃力をねまた底上げできるってことで、始めよう。あ、やっぱプロトつけてきた方が良かったかな。まあいいや。さあどうしよう、効率いいとこ行きたいな。あ、待って、この断罪有馬フレンドだったっけ、全然気にしてなかった。うー、レイドも終わったし、っていうかなんか本当にレイド忙しいし、レイド忙しかったし、なんかもう学校も忙しいしで、すっごい疲れたんですよね。あれ当たんなかった。やっぱ平子町若干火力不足感があるな。まあこいつは連携でどうにでもなるんでね。さあ始めよう。適当にここでスキル貯めていきます。これ何フロアだっけ、これ3だっけな。初見っていう体で出そうかな。始めよう。もう覚えてねえよ。フル覚醒させてだっけな、神父使わないんで分かんないんですけど、範囲できたら楽そう。ただ範囲のやつ持ってないんですよね、吹き飛ばし系のやつ。ランキングの時月山取っとけばよかったかな。あんまり魅力を感じなかった。ていうかランキングもやってるんですよね、さっきちょろちょろって言ってきたんですけど、もうレイドランキング、レイドランキングでだいぶ体力削られてるんですけど。さあ始めよう。ああそうだ、こんなのあったな確か。フォロー使うか。いやどうしよう、もったいないかな。どっちから倒しゃいいんだっけこれ。どっちかがなんかすげえめんどくせえことしてきたような気がしなくもないんだが、こう断罪で抜くと次フォローから入れてフォローのスキルが溜まってっていう。あら抜けなかった。ただここ平子で抜きたくないんだよね、めんどくさいし。平子で抜きたくない、じゃあ平子で次のとこ行かせたくないから、ちょっと一回立てかんして。あやばいやつこれ。あ負傷か。あなるほどね、負傷を負うのね。で次ハイヤーで入ると。あここでハイヤー貯めてから行ってもよかったな。ここなんだっけ、アモンかアキラどっちかがめんどくせえことしてくるんだけど、僕の記憶上では何をしてくるかはもう覚えてない。さあ始めよう。さあうわー壁役、こっち行くか。ここでうまくバックアタックにできるかな。58万、やっぱり。おっと危ない危ない、サブに鳴る神つけてないと若干力不足。これ範囲っていうか広いやつで やりたいな。さあ始めよう。ここでうわー断罪届かねえ、断罪届かねえから、断罪じゃない、あのハイヤーの方届かねえからフォローの方にするわ。は届かねえのかよ。あーマジか、どうすっかなこれ。いや撃て、撃っちゃえばいいよ。うん強いっすね神父さん、なかなかの HP。んーどうしよっかなこれ、動きにくいな。これうまく神父に当たるかな、当たんないような気しかしないんだけど。こっちに飛ばして
この角度でどう？当たるっしょこれ。うわ当たんなかった。出血やめて。よし、あーやべえこれ。負け臭がしてきたんだが、これは非常にまずい。あいつらあんなとこ2人固まられたら神父の格闘で死ぬんじゃねえ。ミスったなこれ。範囲届かないでしょこれ。あーミスったな。平子を生かしきれてないっていう。神父さんやめてください、頼むから。あんたにそこでオッケー。これいけるよな。まあとりあえず神父倒して、まああっち側に行くと壁役ではめられそうな、ピオらせられそうな気もしなくはないけど。ああ、たたらこっち来んじゃねえよ。やばい、これやばいかも。下手すりゃやばい。うわーマジかよ。で行動不能でしょ。まずいな。なんで俺こんなギリギリの戦いしてんだ。もっと楽に勝てただろ。どっかで見せた、何見せたんだっけ。だってモニターにかかってるヘッドホンが邪魔で HP が見えない。あ、携帯の画面見ない。うわーやべ、やめて。タタラ来んなこっちマジで。やっばい、あぶねえ。断罪を救いたいです。断罪をどうにかして救いたいっすな。タタラ全然効かねえつか。平子の火力が弱すぎる。どうにかして断罪には生き残ってもらいたいね。回復に徹しようか、それか勝負に出るか。勝負に出よう。OK。 やべ、ノロにやられる可能性、ノロの範囲スキルでぶち殺される可能性がある。あ大丈夫だった、あ全然大丈夫だった。ただ2人入る、これうわ入るね。いいよ、デート死んでノロも死にかけ、出血してる。断罪に当てて2回ぐらい当たってくんないかな。さあ始めよう。うわーこれ微妙、倒せる気しないし、あいつの範囲が飛んできたら死にそうだしっていう。よいしょ、そこだ。よしよし。なんでこんなギリギリな戦いをしてるんだろうか。まあいいや、なかなかねこういう日波だったら確かオートで回したのかな。なかなかハラハラした戦いで、はい、というわけでね、レイド終わったんですけど24区が始まってしまったということで、頑張っていきましょう。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。